はい、こんにちは、こんばんは、シャッです。カルチョビットをやっていきたいと思います。今日の試合は NFL 優勝決定戦の試合です。相手は、去年昇格、降格してきた、今年降格してきた佐世保ドックスになります。ちなみに、ね、佐世保ドックスとの、今シーズンの相性はどうなんだ。2勝1分け。はいはい、いいですね。しかもね、まだノートレーニングも1回も負けてないということで、もうここで優勝決めましょう。俺もいけるでしょ。秀島が疲れてるので、こっち柏で入れます。はい、それでは勝負だし、それじゃ 49%。 しかもホームだからね。いやー、これ N1 行ったらもうちょっとサポーター泣いちゃうでしょ。あんなステップリーグにいたチームがさ、N23 年目で N1 に昇格できるなんて、誰が思ったか。普通に多分あれだよな、シーズン前の N2 の順位予想とか。よしよしよし、ありがとうございます。N2 の順位予想で、ノートレーニングもおそらく最下位だったでしょう。で、おそらくね、あと黒岩のね、多分遺跡もね、騒がれてたと思うので、正直。実際こういうなりチームだった、ね、だって黒岩去年1シーズン46ゴールってさ、頭おかしすぎでしょ。さすがに決めすぎだね、46ゴールは。でも今シーズンね、多分もっと決めるんで、本当楽しみだ、結果が。シーズン終了後は、まあでもこの試合勝つだけなんで、このキーパーエイトが、いや、守ってるやっぱね、このチームも攻めしかできないからね、まあ、正直。あと、キーパーのエイトがね、マジで頑張って入れてるんで。あと、ね、やっぱ N1 に上がってね、ディフェンスをね、ちょっと、大丈夫か、オーブね、ちょっとディフェンスをね、ちょっと補強したいから。正直、もうミッドフィルダーはもう3人いるんだよ。で、前も緑入れたら3人いる。で、ディフェンダーがマジで誰も育てないんで、そこまずいよね、N1 行ったら。だから、その分点取ってくれればいいんだけど。ほら、ピグピグピグ。お、でも、OK、クレーが決めた。いたずら。ここで優勝がどんどん近くなってくるよ。黒岩、お前何者だって思われてるよ。いや、神だ、神。ファウルかと思ったんだけどな。ファウルじゃなかったな。はい、行きましょう。N1 ね、結構いたチームだからね、佐世保は。そのチームに、もう今シーズン、一回も負けてないってなると、まあ、N1 でもちょっと楽しみだな。N1 でこの、何選手たち、この守備の選手たちで戦えるのかってのは本当に楽しみですね。おそらく失点はとてつもなく効果あると思うんだけど、その分やっぱ得点取れるかだからね、こう見てる側としてはやっぱ面白いよね。来年はくるみのところ緑にするかちょっと結構迷ってるんで、ね、緑もね結構育ってきてるんで、めちゃくちゃ迷ってます。じゃあこうされた、見せろ、邪魔だ、カード。キバ、キバ、キバ、キバ。危ね危ね。ちょっと怖かったね、今。N1 とかだったら、もう、絶対に決められてたから。違うのか。決めろ、決めろ。勝負決定づけました。3-0。ああ、もう、優勝決定でしょう。3-0から予定されることに、そうしないから。よしよし。あとは黒岩がめちゃくちゃゴール決めていることになるか。だってね、優勝決められれば、じゃジャパンカップでも、ターンオーバーじゃないな、ジャパンカップでも集中できるんで、リーグ戦をターンオーバーしながらやるってことができるんで、楽しみですね、ジャパンカップ。ジャパンカップでどれだけ N1 のチームとやれるかっていうのがちょっとわかるんで、そこ本当にジャパンカップは非常に楽しみです。ちょっとこの試合交代、ちょっといつしようかな。別にしなくてもいいぐらいなんだけど。いや、決められた。まあ、
まだね、全員決めてくれるはずだから、うちのチームは。でこの窓かってさ、この女子選手だけど、女子選手結構、そこそこ、女子選手なんか優遇されがちな気がするんだよね、ロジブットって。緑とかも結構強いんで、どうなんでしょう。おしげ、縦パス、クレオ岩に入れろって。いや、そっち、右から攻めたらダメなんだよ、このチーム。左からどん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 長津がセカンド。ちょっと交代しようか。柏村はね、森重変えるか。クレオ岩も多分疲れてると思います。でも、安井とかも適当に変えちゃおう。はい。交代が適当っていうね。まあ仕方ない。もう優勝ほぼ決まってるからな。そして、いや、素晴らしすぎる。とてもね、もうちょっと楽しみだ。N1 でクレオが通用するのかっていうのが、ね、楽しみだ。通用しなかったら、まずいんだけど。まあ、かわすか。ですね。完璧です。言うことはないね。あと、ほんと緑も入ってくるから、最強フォワード二人が行ってくる。ツートップとかでも、うん、そうなのよ。小山がいるわけね、普通に。小山、黒岩、緑っていうね、最強スリートップで行きたいと思います。N1 はね。で、後ろはちょっとね、わからせて。昨日とかちょっとまだね、あんま育ってないからな。試合終わったらちょっと、今ね、ベンチがいんでる、育ててる選手がどれぐらい育ってるのか、ちょっと見せたいなと思います。お、声もいけるぞ。お、クロス？あれ？クロヤが。クロヤ4点目ですね。すごいな。大体決めるかな、これ。相手ゴールキーパー、弱いか。まあでもスピードいいか。スピードテクニック、ジャンプ、あたりはね、ゴールキーパー、重要だと思ってるんだ。どうなんだろう。テクニックとかやっぱりなんか、結構重要だと思う。お、これ、縦入れろって、ミホがフリーだぞ。大掃除入れるんだ。あ、ファー、お、これいい位置じゃん。ここ、黒岩、直接あるぞ。結構遠い位置からね、前もなんかフリーキック決めてるみたいなね、期待してね。クロスやるとこ、いやもう自分で打てって。まあまあ、7個投げたならまあいいか。ほんと今シーズン、7個はちょっと1試合途中で変えたけど、あれ黒谷と小山はほぼ全試合出てるんで、ここ決めるか。いや、そこ決めらんないと。もうちょっと来シーズン、解雇かもしれない、それは。全然、選手枠埋まってるんで、来シーズン、おそらく選手を解雇するんだけど、誰を解雇するかっていうのはちょっとね、悩みますね。はい、これで、終了で優勝です。サポーター、もう喜びでしょうね。ステップリーグであんなに見えますからね。まあまあ、よしよしよし。N2 リーグは3年目で昇格することができました。よかったよかった。はい。22試合で決めたね。残り何試合残ってるんですよね。1、2、3、4。残り6試合に残して優勝決めるという。いや、素晴らしい。結構2位との差も開いてるね。でも、これランキング今のところは、クレアが40ゴール超えてます。まあ、あと6試合でどれだけ飛ばすかっていうのはちょっと微妙ですね。アシストランキング、小山が14アシスト。小山アシストに徹してくれてるんだね。素晴らしい。で次ね、次の動画、ジャパンカップになります。ジャパンカップでもあれだ。鹿児島とやるの？鹿児島とやるなら、まあでも一応負けるかもしれないで取れますか。はい。で、その次がアスカディアなら、というね。アスカディアならなんか、アジアチャレンジトロフィー出てたからな。決勝まで行ってたからね。ちょっと楽しみだな。アジアシティどうなってんだ？リマッセ分かってるな。で、リマッセはアイスバインに、負けたと。やっぱでもリマッセが、
今の N1 リーグ一強っぽいね。でも結構怪我人いるな、かわいそうではある。はい、これでね、じゃあ今回の動画終わりにする前に最後にこの草薙日の緑どれぐらい育ってるかちょっと見ましょう。まあ、草薙も結構育ってるんだよね。でもちょっとまだなんか物足りないなって。日野も結構育ってる。日野も元からテクニック、フィジカル、ジャンプだったんで、素晴らしい。まあでも今ね、ちょっとパスとかのいろんな練習させてるんで、多分来年は無理かな。で、緑だね。緑はちょっとね、来年もしかして N1 で出すかもしれない。とりあえずこうやってもう、今ね、ジャンプとスタミナを維持にしようっていうのは頑張ってます。はい、という感じかな。はい。じゃあ今回の動画は終わりです。次回の動画はジャパンカップ1回戦になります。ご視聴ありがとうございました。